今日の聖書の言葉新約聖書ルカノ福音書の6章この6章の中の言葉をご紹介しましょう。良い木が悪い実を結ぶことはなく悪い木が良い実を結ぶこともありません。木はそれぞれその実によって分かります。いばらから一ちを取ることはなく野ばらからぶどうを摘むこともありません。 季節ののの果物を楽しむ習慣とといいいいうのは、は、えーまあ、どこにいてもも大切なものではなでかと思います。まあ、ただハウスや温室栽培の技術の発達のおかげで、まあ、今はいろんな季節の果物がいつでも味わえるようになっていますので、まあ、あまりこう果物だけでは季節を感じることはなくなっているかもしれませんね。 農業技術の進歩によって土のいらない野菜や多くの新種が登場していますバイオテクノロジーは医学などはもちろんのこと農業の分野でもたくさんの成果を上げているようですしかしどんなに技術が進んでもリンゴの木からみかんが取れることはありません今日の聖書の言葉にある通り イバラから一チを取ることはなく、ノバラからブドウを摘むこともありません。本当にその通りだと思います。これは何も植物に限ったことではありません。人間についても同じようなことが言えるのではないでしょうか。悪い思いをいつも持っている人からは、良い行いは生まれてくることは難しいでしょうし、また、 良い思いを持っている人が悪いことをしてしまうことはないのではないかとそんなふうに思います。ですから私たちの心をいつも良いもので満たすならそれが私たちの行いにもおのずから出てくるのではないでしょうか。今日の聖書の言葉に続くヨハネの福音書6章の45節このように書かれています。良い人は その良い心の良い蔵から良いものを出し悪い人は悪い蔵から悪いものを出します人の口は心に満ちていることを話すからですとあるとおりです私たちの心をいつも良いもので満たしたいものですそのためにも是非神の言葉である聖書をお読みください神様の言葉で 心を満たしていただきたいそんな風に思います